はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、サンロードの花園です。2023年3月29日かな、ポッドキャストを始めていこうと思います。もうね、ちょっと日付があやふやですけどもね。はい、で昨日ですね、最後の方に申しましたけどもね、多分昨日のポッドキャスト最後まで聞かれてる方ほとんどいらっしゃらないかと思いますんでね、最初の方にお知らせとしてご連絡しようと思います。このポッドキャスト、このポッドキャストではですね、出ていただける方ゲストを募集いたしております。本当ね、どのアクターでも構いません。このね、見ていただいてる方構いませんよ、お客様でも構いません、本当ね、学生の方でも構いませんのでね、ぜひ出ていただきまして、私とお話ししませんか、お話かな、ね、私話すの苦手ですけどもね、そのね、もうそこで私に対する質問とかもね、どんどん投げかけていただければと思います。ということでね、もう本当ね、このポッドキャストをね、いろいろとしていこうと思っておりますのでね、出ていただける方ぜひね、ご連絡いただければと思います。コメントでもいいですし、また日曜日はですね、私午前午後1回ずつですね、あれしてます、あれっていうかね、店内放送してますのでね、その時にね、気軽にお声かけていただければと思います。でね、今後もですね、いろいろなポッドキャストを予定いたしております。あのね、その現場の方にね、ちょっと出ていただきまして、まあどういう仕事をしてるかね、ちょっとインタビューもね、していこうと思っております。ちょっとね、七時店のお肉屋さんにはね、面白い方がいらっしゃいますんでね、たまにね、一緒に出たりしておりますけども、その方にね、ちょっと出ていただこうと思っております。課長の許可も得ましたんでね。ってことで、本日本日29日始めていこうと思います。もうほんとね、カミカミなんですよね。ねえ、もうほんと3月も終わりに近づきまして、もうね、あと3月も30、31日とね、あとわずかですよね。ねえ、もうすぐ4月になりましたらね、もうほんと新しい生活迎えられる方々がね、多いかと思います。新しい生活となるとね、やっぱり不安がね、結構今ね、不安持たれてる方もね、いらっしゃると思いますけどもね、まあ昨日も話しましたけども、とにかくね、もう当たって砕けるみたいな感じでね、どんどん挑戦していっていただければと思います。私はね、もう高校の時はね、もうほんと喋るの苦手で、もうね、全然だったんですね。もしよろしければね、どんどん挑戦していってね、ちょっとすみません、神々ですけどもね、もうほんとね、どんどん挑戦していっていただければと思いますね。スーパーにおきましても、その春のね、お野菜がね、いろいろ並んでるんですよね。今なんかわらびですよね。わらびもね、ほんとアク抜きがね、ちょっと面倒なんですけどもね、そのわらびの味噌汁とか、あと炊き込みご飯とか美味しいですよね。で、タケノコもね、並んでおりまして、タケノコと言いましたらね、ここ人吉熊にはですね、郷土料理があるんですよね。タケノコと川クジラをね、一緒に味噌で煮たね、郷土料理があるんですけども、あれがね、ほんと美味しいんですよね。私ね、川クジラ食べ過ぎまして、ちょっとひどい目あったことあるんですけどもね。ね、川クジラ自体がね、あまり売ってるところ少ないんですかね。人吉熊以外ではどうなんでしょう、売ってるんですかね、川クジラ。名前の通りね、もう川の部分っていうかね、もう川もついてるんですけども、その部分のね、クジラのね、川に近い部分のお肉っていうのかな、油なんですけども、ほんと油だけなんですよね。川がついておりまして、その下はね、もう皮下脂肪ですよね。クジラはね、その油がついてる部分が川クジラなんですけどもね、あれがね、もうほんとね、美味しいんですよね。皮もコリコリして、私大好きなんですけどもね。でね、その川クジラ、クジラの油ってね、消化しないんですよね。ね、クジラの油は消化しないんでね、食べ過ぎには気をつけていただければと思います。その他にもですね、ほんといろいろね、春の野菜もですね、いろいろ並んでおります。やっぱりね、旬のものを食べるというのがね、栄養も豊富ですしね、健康にもね、やっぱりいいかと思いますので、旬のね、
旬のお野菜をですね、ぜひ取っていただければと思います。ということで本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバーイ。